はいどうも、一般人でーす。この度ね、私はね、今ね、都内某所にあるバッティングセンターに来てます。ここでね、なんとストラックアウトと、球速測定ができるということで、久々にね、みんなの球速をね、これから測っていきたいと思います。果たしてペイさんは、前の記録を越すことができるんでしょうか。まずはね、スケさんがチャレンジです。多分89キロがマックスだったと思うんで、どうなるかちょっと見てみましょう。じゃあね、まずはスケさんが、球速とストラックアウトを同時にね、チャレンジみたいです。果たして何キロ出るでしょうか。まず届かないという球速は80キロですね。まず80キロ出ました。はい、はい、2球目当たるでしょうか。あー、あとワンバンで当たって、ほら101キロ出ましたね。ここからおーと2キロ、あーでも80キロ。今の最初のやつは間違ってたかもしれない。3球目です。おーと85、多分これが本来のスピードかもしれない。あ、95、あ、でもありえるかもしれない。ここまで低めだとスピードが出るかもしれない。いや、高めのが出るかも。もう93って出てるよ、スピード。何が93なのか分かんない。81、101、あ、そうかもしれない。そうだ、多分85ですね。やっぱ前の89キロは101っていうのが正確かどうか分かんないですが、80キロ、101だよ、80、嘘でしょ。さっきの97は異常だな。あーそうだ、1個遅れてんだ。1個遅れてるみたいですね。もう当てにいってますね。なんかそれにしてはなんか出るタイミングがおかしい。83キロ、終わり。はい、じゃあ2番手ディフェンディングチャンピオンの、ペイさんが向かいます。果たして何キロ出すことができるんでしょうか。